佐賀県立森林公園野球場は佐賀県佐賀市久保田町特万526番地1の佐賀県立森林公園内にある野球場。愛称さが緑の森球場。佐賀県が運営管理している。佐賀市と久保田町の間を流れる加瀬川は流路が曲がりくねっている箇所があり、水防上問題があることから流路をまっすぐにする河川改修が行われることになった。 この改修事業は明治100年記念事業として1968年に着手され、旧河川時期は広域公園として整備されることになった。また、佐賀市にある佐賀球場は老朽化や教会化などにより、試合運営に支障を来すなどしていたことから、公園内には県営の野球場が建設されることになった。野球場は1999年4月に完成。 県民からの公募により、愛称、緑の森県営球場が付与された。公園内の施設として整備されることを考慮して、利用者に威圧感を与えないようスタンド全体を円形にし、高低差を抑えて傾斜がなだらかになるよう設計された。2001年には、ナイター設備が追加設置された。の後、公園内には、芝生広場や浸水スペース、テニスコート、 アーチェリー場などが整備され、森林公園は2003年に竣工した。会場以来高校野球などアマチュア公式戦が行われている。プロ野球公式戦はセリーグの読売ジャイアンツ、横浜 DNA ベイスターズ、広島東洋カープが主催試合を開催している。パリーグ公式戦の開催は順次元である福岡ソフトバンクホークス主催のものを含めないが、 2018年3月3日に埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープのオープン戦が開催され、以後原則として毎年3月に西武主催でオープン戦が行われている。スコアボードの改修を機に相性を佐賀緑の森球場に変更した。ありがとうございます。